気まずい。おいとものブラマチ歩き。A drinker drinks sake with a salmon fish. はい、おいとうです。今日は9月29日、肉の日ですが、肉ではなく、小樽の勝内川に鮭の遡上を見に行きましょう。では、勝内川の紹介から。名前の由来は、アイヌ語の豊かな沢を意味するアッチナイトカの諸説があります。源流は、オコハツ山南西山麓で、かつての小樽の水源であった奥沢水源地に流れ込んで、2つの支流を合わせながら、町を抜けて国道5号線、函館本線、臨港線をくぐって、小樽港のフェリー埠頭に注ぐ全長10キロ余りの2級河川。小樽の市街地では一番大きな川です。出発の前に勝内川は、鮭の産卵条件に合う川なのか、チェックポイントを確認しておきましょう。鮭の産卵条件は、1、川底が小石、砂利。2、水温変化が少ない湧き水がある。3、水深が30センチメートル以上。と言われています。では、勝内臨海公園を左に見ながら、小樽港から運河伝いに行って、JR 函館本線のガードまで行ってみましょう。橋をくぐって運河を左の方に行ったところが河口。さて、運河沿いに道を来ますと、なんだこれ。お、なんとボート競技の研修センターが小樽にあるんですね。長陵高校、応用高校の選手諸君、全国大会出場おめでとうございます。なるほど、この運河で練習するんだね。さて、私は鮭を求めて左に行きます。あちら奥が河口で、カメラをパンしてみますと、鳥が死んだ鮭をついばんでます。あれはカモメですかね。あ、カラスがちょっかいしてる。悪いカラスですね。では、悪いカラスはほっといて、左手奥の勝内川の河口に向かってゆっくりと行きましょうかね。運河の底にも何匹かサケさんがいます。河口の手前で疲れ切ったんでしょうかね。やっとここまで来ました。スタート地点からすでに700メーター歩いてきました。おっと見てください。水面にいくつも波紋ができています。鮭です。元気に遡上しているようです。先ほどの河口がこちらですが、勝内川の上流を見ると、あららららん、鮭さんが大量に横たわっています。だいぶ傷んでいるようですので、時間は経ってるんでしょうか。でもちょっと見ると、いくつも泳いでいる姿が見えますね。鮭が上流に向かっているようで、期待が持てます。河口から70メーター地点、勝内川山側路です。さあ、4キロ先の奥沢水源地を目指しましょう。川幅も広いし、意外に砂利もあるし、産卵するかな。でもまだまだ上を目指して遡上している連中もいます。下流で力尽きる鮭との違いは何なんでしょうか。体力なのか、子孫を残すという気概なのか、私には真似できません。とほほほほ。はい、河口から約170メートル、旭橋の手前までやってきました。鮭の背びれが見えますよね。バタバタ
私の想定している三段駅は、ここからまだ4キロぐらいありますので、全体で言ったら 5% だけ。あと20倍の距離、流れに逆らって、泳いでいかなきゃいけないって、先の見えない川でどこまで泳げばいいのか、途方に暮れませんか。お、2匹並んでいます。ついに産卵が見られるんでしょうか。あ、でも両方ともオスみたい。酒釜は美味しいんですが。へい、もうち。カップルはね。ここは河口から250メーター。河原橋の橋脚を境にして流れが2つに分かれています。右が本流で、左が底辺の段差から分かれてます。水量が少ないですね。何匹か見えますね。しかし、あります。一匹、多分オスでしょう。近寄ってみると、やはりオスです。ここの段差が乗り越えられない。助けてあげたいぐらいですね。ちょっと頑張って、こんくらいは登ろう。頑張ろう。お、行け。もうちょい。水量が足りません。ちょっと水の量が足らないんだよね。だからちょっと、うわぁ、疲れちゃいますか。もう一息。バタバタバタ。バタバタ。いやー、ダメだ。河口から340メーター、真栄橋までやってきました。この先に JR 函館本線のガードがあります。そこを越えて行きましょう。おーっと、見えてきました。これは初めて出てきましたね。階段みたいな。鮭に上がれというんでしょうか。一体、何これ。これは、急流部分に設置される落砂口というものです。川の勾配がきついと、急流が川底を掘るようになり、さらに勾配がきつくなります。そこで水路の勾配を緩やかにして、川底が掘れないようにするために設ける施設が必要となります。具体的には、コンクリで作った階段状の仮床をいくつも設置して、流れを穏やかにしようとするものです。ここでは、石組みで階段を作って、より自然に近い形にしているようです。さあ、落砂口に近づいてみました。段々の間に沈んだ鮭の白いお姿が見えます。下の方を見ると急流に押し流されたんですかね。折り重なってますね。あ、でも泳いでる連中もいますよ。だいぶ水かびがついていたんで白くなってきています。ここは上がれんですかね。話は変わりますが、今見えた鉄橋のペンキが赤だったんですね。でもこれ裏側に回ると同じ鉄橋なのに裏が緑色なんですね。変わってますよね。これどうでもいい話でした。河口から650メートル来た松本橋です。この上流で息絶えて流されてきた鮭さんが深みに沈んでいます。ということはまだ上に遡上しているんでしょう。奥に見えるのが国道5号線です。突然ですが、お腹が空いた。5号線の手前の川沿いに昔風の中華そばを食べさせてくれるみかんというお店を思い出しました。今からちょっと食べてきますので、今回はここまでとさせていただきます。ではいただきます。次回は国道5号線のさらに上流に迫ります。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。
真面目に。